初期知りたきし、あみきしです。はい、ということで今回も動画撮っていくんですけども、今回はボンバル講座第9弾ということでやっていきたいと思います。もうトロがねめっちゃ上がってきてる。1500位っすね。もうちょいで3桁入れる。まあとはいえね、この次の日にはアップデートが来るんで、今期のトロ上げね意味なかったことになるんだけど、まあ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 いいでしょう。ちょっとした思い出ということでやっていこう。このベビドラのあれめっちゃ可愛いな。さあ相手はチェンホア、日本人っすね。よろしく。さあギャング、いやーデッキかぶりやだね。講座でもう出してるやつはやだけど、いやーこれメガナイト枯渇っぽいな。さっき当たったな。メガナイト枯渇は違うデッキであってほしいけど、ギャングプラスのザップはちょっと怪しいね。まあただここは雪ラム打ってって、おーいやガゴは、ちょっとこれガゴあれだ、雪ラム切ったのちょっと渋いな。これラバ来る、ラバっぽいねこれ。ただ相手ここで、うわーなるほどね。いや、スパーキーか。スパーキーならこのスキ切ったの、よくないっすね。僕の防衛がちょっとだる。相手が、今ね、ザップを切ったから、逆サイ攻めたんだけど、そう、スパーキーね、こんな感じでフル許容されちゃうよね。スパーキー相手。で、ここ多分取るにあんのか、これ。うわ、やば。いや、これ終わったかな、ちょっと。ちょっとやばいっすね、これは。ザップ来る？まあ、そうだよね。じゃここは、雪玉で、ワンチャン？ミニピ入んな。OKOKOK。まあまあ、スパーキー一発なら、こっちの方がね、ダメージ入ってるから、許せる。ギリギリ。大ジェイスパで意識すること。1、2倍までは防衛から入る。許容されて守られた時に、相手のジェイスパーキーの形を守れないから。2、スパーキーに対してボムタワーを合わせておく。マスケとか合わせちゃうとスパーキーで処理されて、アドを取られちゃうから。3、2倍入ったらスパーキーの逆サイドにバルーン出す。相手に全部っぱされたくないから。俺はこれを意識してやってます。では、続きを見ていきましょう。で、ここで多分ギャング来るから、そのギャングに対してディガーを当てなきゃいけないと思ったけど、これあれだわ。こっちでいいわ。これ飛ばして、こっちはね、アイゴルで回収しよう。ちょっと後取られちゃうかもしれないけど、まあまあ悪くない。で、こっから相手がね、トルネとかがなければ、防衛ね、ミスんなきゃあれ守れるんだけど、いや、ゴワードはやばいわ。ゴワードはちょっと守れないかもしれない。いや、ここ防衛力出るなぁ。マジ試されるなぁ、これは。上手い人なら守れるから、守りたいね、ここ。いやぁ、じゃあ来るよね。からの、トルネが、いや、トルネはないんかな、この感じは。多分なさそうっすね。さあ、これは一回ね、スパーキーの方、あ、違う、ゴムの方にスパーキー打たせて、ここでね、雪打って、バルーンを、OKOKOK、守った、守った。バルーンじゃねえわ。守れたのでかいね。さあ、ここまた、ギャングだと思うから、こっちに出してあげてね。さあ、ディガーで削ってって。いやー、その、あれうまいけど、こっちね、下げ取ってあげて。いや、これ熱いね、ちょっと。OK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 。いや、これ逆サイ行こう。逆サイって。待って、スパーキー。お前なんでこっちいんだよ。お前なんで来てんだ、こっちに。何してくれてんだよ。左、右いなかったっけ、君、さっき。さあ、ここはまあ、いい感じに守りたいですね。また同じことをやろう。ただ、ミスんなきゃ守れるはずなんだよね。ミスんのがちょっと怖いけど。ここは、釣ってあげて、このスキンディガー飛ばして、ここで、ちょっとこうやってあげて、さあ、回して回して、よいしょ。爆破で、いやー、来た、これは GG っすね。いや、これめっちゃいいとこまりしたね。OK。防衛がうまくいったね。そう、スパーキーね、やっぱ2倍前は一発入っちゃうんだけど、今みたいな感じでね、その後半からは割とデッキ分かってから、まあこっちもエリクサーがあるから防衛しやすくなるんでね、まあぜひ参考にしてみてください。これもね、概要欄に貼っていくんで、よければ概要欄も見てください。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。